この動画はサルがお届けします。今回はこのモバイルバッテリーを使ってキャンプ場や車中泊で使える可愛らしいランプを作ってみようと思うので、ダイソーとセリアで2点購入してきました。費用は合計220円です。こちらのダイソーはテントの中に吊るしている写真でもわかる通り USB 電源で使える USB ライトとなってます。 USB ケーブルが100センチついてます。 LED の種類は 10SMD です。使用方法は USB ポートに USB コネクタを差し込むだけです。パソコンやコンセントやモバイルバッテリーから使えるということで、外で使うのに便利です。ジャンコードはこちらに表示しておきます。補足としてフックも付いているのでスタンドとしても使用できるし、使用例はテントの中やインテリアということがあります。なお、主な材質はポリプロピレンやポリスチレン、PVC 等々となってます。一部スチールが使われているみたいです。サイズは 60mm×92mm。非防水となってます。では、開封してみます。はい、もうまんまですね。これがそのフックのようですね。で、プラスチックになってて、USB ケーブルがあって、ここに USB の端子がついてます。まあシンプルな作りですね。はい、それからこちらは松野工業さんのランプシェード、コードをへこみに合わせて抜いてください。ちょっと開けてみますね。はい、これね、これ110円ですか。なかなか綺麗な塗装だし、バリとかもなくて、なんかすごいしっかりしてますね。なんかセリアで買った110円ですけど、驚きますね。色がですね、紺色とこれとあったんですけど、今回はね、ちょっと可愛いものを作ってみようかなと、まあ柄にもなく思ったんですけど、そのために赤にしました。ランプシェードですね。松野工業さんで、こちらがジャンコードになります。材質はブリキですね。完全な固定はできません。不安定な場所での使用は避けてください。使用されるソケット電球によって入れない場合があります。ということで、サイズが約 6.5×13cm ランプシェードとなってますね。はい、これね、これ金属、まあブリキなんでね、金属の表面に鈴か何かのメッキをしてるんですよね。で、塗装がね、綺麗です。とっても綺麗なね、ランプシェードですね。なんかいろいろ使えそうな気がしますけどね、これね、他のものにもね。はい、で、組み合わせてみます。今回はあくまでもこのモバイルバッテリーにつないで使うということを目的に、作ろうと思ってます。っていうのが、まあ、車中泊だったりキャンプ場などで使うことが前提なので、単なる明かりという意味で言えば LED でもこのようなですね、あれそっくりのものがもう1000円以下で買えますのでね、もうただ単に明かりという意味であればこういうものを使う方がはっきり言ってですね、効率いいと思うんですよね。ただ、まあ、そういう明かりという意味じゃなくて、もうちょっとこう感じのいいランプというものをね、演出してみたいなというところから、こういうものをね、作ってみようと思いました。はい、ではね、ここに針金をほどきまして、この内側から入れるわけですね。ちょっと見えにくいですかね。あ、はい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 。で、このスタンドを立てて、ここから上から出してやります。あ、そうするとね、こんな感じでちょうどいい感じで引っかかってくれるので、加工したくない人はもうこれで使うのがベストじゃないですかね。どうですか、これ結構可愛くないですかね。こういうのが、自分のテントにね、ぶら下がってたら、あ、パッとね、わかりますしね、あそこだっていうね、お子様なんかいらっしゃるね、家庭では喜ばれるんじゃないかなと思います。じゃあちょっとこれでね、ランプをつけてみます。はい、じゃあね、モバイルバッテリーを今満タンにしてますので、こちらに差し込めば
もうついてるんですかね。ん？ついてない。あ、ありましたね。ここを押せば。すいません。このモバイルバッテリーはここを押すことによって電源がオンになるので、こちらもつくという仕様になってました。ちなみに、こちらのランプ自体にスイッチはありませんので、このモバイルバッテリー側で電池がなくなったら切れるということになります。まあ、あるいはこの USB を抜いてあるということで操作することになります。はい、けどね、この明るさはね、なかなかのもんだと思いますので、ちょっと電気を消してみます。ここにね、文字を書いたものがあります。これで見えますかね。今ね、ビデオカメラ用の明るいモニターでね、映してますので、はっきりとね、多分うーとかえーぐらいまで見えるんじゃないかと思うんですけどね。で、これを置いた上でビデオライトを消してみます。はい、消しました。どうでしょうか。結構いけますよね。十分明るいですね。あー、十分です。ということで、このね、今どうでしょうね、20センチぐらい、手を広げた幅ぐらいの高さからね、照らしてるんですけど、まあ小さな文字までね、ほぼ見える状態じゃないかなと思います。ちなみにこちらを消して、こちらの5050もどきでちょっとやってみましょうね。これ一番明るいモードにして照らしてみます。わあ、これは明るいですね。さすがに今カメラのね、機能で調整されましたけど、もうこの方がやっぱり明るいですね。まあ、これ特別明るいからですね。ランタンモード、ランタンモードだと、まあ、下に光が行くわけではないので、まあ、さっきの方が明るいかなという気はします。これが、この5050もどきのランタンモードで、手を広げたぐらいの高さから照らしてる時の状況ですけど、ちょっと暗いかなっていう気はしますね。はい、それに対して、はい、こちらのライトだと、両手を広げた高さから照らすとこんな感じで、やっぱりね、ここの電球が大きいせいなんですかね。まあ、使ってるのが10個の SMD というせいもあるんでしょうけど、光がね、見やすいというか安定してるというか、まあこの方がやっぱりね、視認性は良くなると思います。ということでね、明るさの機能としてはなかなかいいんじゃないでしょうか。まあ、どのぐらい持つかっていうのをね、ちょっと確かめてみないといけないんで、まああえて言うと、点灯消灯のスイッチがついてないのがね、ちょっと残念かもしれません。これは鹿番町のキャンドルランタンですけど、ここにセリアのランタンハンガーがあります。ちょっと上がね、見切れてると思いますけど、こちらに先ほどのランプを吊るしてみますと、ちなみに明かりをつけるときは、今は私はモバイルバッテリーのスイッチを押してます。じゃあ押してみます。はい、白いね、明かりですね。ビデオライトをつけてみます。これぐらいですね。はい、まあ、結構明るいのでね、キャンプ場でもはっきりとね、確認しやすいと思います。赤っていうのがね、また目立つので、赤が好きな人はね、それもいいんじゃないでしょうか。外でも撮影してみたので私が解説します。セリアのランタンスタンドを地面に置くと手元を照らすランプになりますし、高さ1メートルほどのランタンハンガーに吊るせば広い範囲を照らすことができます。モバイルバッテリーの容量を増やせば一晩中照らすことも可能です。車中泊の時は100均吸盤で窓に吊るせば車内を明るく照らすことができるし、220円でこれができれば言うことないと思います。キャンプ以外でも屋外のベンチに置くとガーデンランタンとしてオブジェにもなりますし、アルミテーブルに置けば即席簡易ライトスタンドにもなりますので、ランタンハンガーまで合わせて330円で普段の生活シーンでもかなり便利に応用できるのではないかと思います。
この部分が少し下向きに曲がっているので、どうしても引っ掛けるときに左右にずれちゃうので、ここをちょっと山型にしたいんですね。はい、山型になりましたのでね、これで、中央で引っ掛けた時に中央で止まってくれると思います。現在の時刻が夕方の6時なんですけど、このままいつまでつきっぱなしになるのか試してみようと思います。モバイルバッテリーの容量については詳細を概要欄に載せておきますので、そちらで参照してください。結果をご報告します。ダイソーのソーラー充電式バッテリーを使った場合、3.5 時間しか点灯しませんでした。ただそれはあまりに短いと思ったので、別のダイソーの 4000mAh 時のバッテリーで試したところ、今度は5時間点灯しました。容量が減ったのに点灯時間が増えたのが不可解だったので、ダイソーはやめて、一番信頼できるモバイルバッテリーを試してみました。使ったのは、アンカーの 2万mAh 時のバッテリーですが、これだとなんと23時間の連続点灯しました。それだけ点灯してくれれば、3泊4日のキャンプでも可能だと思います。安心できるメーカーのバッテリーなら、1万mAh あれば一晩は大丈夫だと思います。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画いいなと思った方は高評価ボタン、それからチャンネル登録もよろしくお願いします。